2011年11月、世にも恐ろしいスレが立ちました。ヤクザのガキに説教したら大変なことになった。一体どういう経緯で説教という流れになったのでしょうか？まあ結論から言うと、バカなガキとモンスターペアレントの話だ。聞いてくれ。俺はニートだ。その日はいつも通り真面目に自宅警備の勤務中だった。俺の家の前は小中学生の通学路になっていて、だいたい午後3時を過ぎたくらいから、下校中の生徒のせいで騒がしくなる。うるさい中ネットをするのもあれだから、その日は愛犬と庭で遊ぶことにした。すると庭にいくつか飲み終わった。缶ジュースが転がっていた。アウトドアニートだな。気になる気になる。どうせバカなガキが捨てたんだろうと思い、空き缶を拾ってゴミ箱に捨てることにした。まだ中身の残ってるやつもあったが、ちゃんと洗って捨てた。すると我が家の庭に金髪の中学生を筆頭に、数名ぞろぞろと入ってきた。金髪、あれ？ジュースなくなってね。リーダーらしき金髪の中学生が、ニヤニヤしながら俺を睨みつけてきた。俺も思わず睨み返したが、恐怖のあまり足が震えていた。年上である一致の睨みにひるむことなく金髪中学生は声をかけてきます。お前俺らのジュース捨てただろ？あ、と金髪が俺に寄ってきた。君たちさ、人の家の庭にジュースなんて捨てちゃダメでしょ。おいこのデブのおっさんビビってんぜ、マジ決めなしねよ、って。と笑いながら唾を吐かれた。俺は黙って金髪を睨んだ。金髪は中学生には見えないくらいの、エリートドキュンの風格だったが、それ以外の子は黒髪だし、なんちゃってヤンキーという感じだった。おいこのデブーぜーな、マジ決めー、やははははははは。と中学生にバカにされる30歳の俺。周りの子分たちもニヤニヤしながら俺のことを見ていた。思えばこの時に素直に負けていればよかったんだ。ニート VS ブロンドショタ。え、お前の庭で。デブオツ。中学生にここまでバカにされて一気も黙ってはいられません。とにかく、君たちの学校に通報するから、もうこんなことはやめるんだぞ。と声を大にして言う俺。あ、てめえマジでチクったら殺すかんな。と金髪が前を詰めた瞬間、俺のお腹に激痛が走った。不意打ちで腹パンされたのだ。も、と目を見開き、その場にうずくまる俺。正直少し泣いていた。じゃあなクソデブ、また遊び来てやるよ。と金髪と子分たちは帰っていった。俺はうずくまったまま、仕事から帰ってきた母親に見つかるまでその場で泣いていた。デブか、30か。母親には、急な腹痛に襲われたと嘘をついた。病院に行けとしつこく言われたが、大丈夫だからといい職場の自室に戻った。腹パンのダメージが回復した頃、怒りが込み上げてきた。そして俺は、得意のインターネットで金髪を特定することにした。ああいうヤンキーは大体、善悪プロフィールやミクシーをやっていると推測したのだ。某喫茶店の前で立ってた二人のヤクザに、弟分と間違えられた俺が通ります。よえよ、ドキュンフルボッコになるか？この後。30歳でデブで実家暮らしでニートの一三チース。もうやめろかわいそうってレベルじゃねえぞ。学校はわかっていたため、一致の推測通りすぐに善悪プロフで見覚えのある顔を発見します。しかし金髪のプロフではなく、どうやら子分のものだった。そして子分のリンクから一つ一つ飛んでいると、今度こそ金髪を発見した。俺は金髪のプロフィールにある画像をすべて保存し、名前もしっかり覚えた。平成のドキュンらしい、ライム、という名前だった。情報を掴んだ俺は、金髪への復讐をそこで誓った。しかしビビっていたので、その日は学校に通報するのはできなかった。ライム、とんでもねえゆとりだな。許せん。翌日、下校時間くらいになった時に、庭に出て奴らが来るのを待った。30分くらいすると、見覚えのある金髪頭が遠くに見えた。しかしその日は金髪は一人だった。これは絶好のチャンスだと思った。タバコを吸いながらこちらに向かってくる金髪が、俺の家の前に近づいた時、金髪が俺の存在に気づいた。ライム、ヨーデブ、何ジロジロ見てんだ？殺すぞ。と先制攻撃を食らった。君は未成年なのに喫煙もしてるのか、体に悪いからやめろ、と怒鳴りつけた。あ、決めなしね。タイマンハレヤデブ、殺してやるよ。と宣戦布告を受けた。またもや体の震えと汗が止まらなかった。やることはわかってるな。ライムとか、ないわ。うちの犬の名前と一緒やないか。生きり立ったヤンキー中学生をこの一致がなだめることなどできるはずがありません。状況は最悪と言っていいでしょう。タバコの吸い殻を俺の家の庭に投げ捨てる金髪。この時点で俺も怒りが抑えられなかったが、さすがに大人なので手を出すのはやめようと思った。タイマンとかじゃなくて、人に迷惑かけるのはやめろって言ってんだよ。あ、なんだてめえ殺すぞこら。と金髪が殴りかかってきた。俺はすかさず避けたつもりだったが、見事に鼻を殴られた。つもぐー、とその場に倒れ込む俺。涙と鼻血が止まらなく、マジで痛かった。おら立てよデブ、殺すぞ。と背中や腹を蹴られた。その時、俺の中のスイッチが入った。さあ盛り上がってまいりました。平気で暴力を振るってくる金髪中学生に対して恐怖を感じながらも、年下に手を出された怒りにより覚醒します。俺は太っているため、力には自信があった。貴様、うわあああああ、と金髪に掴みかかる俺。
金髪はひょろかったので、簡単に動きを封じることができた。おい決めんだよ、話せデブ、くせんだよしね、おい、話せよ。と金髪が抵抗したが、この時の俺は暴走列車とかしていて、そのまま金髪の腕を思いっきり掴んでいた。おい、もう俺の家の庭にゴミやタバコ捨てないって誓え、今誓え。と金髪を押さえたまま怒鳴りつけた。その形相たるや般若のごとく。くせんだよデブ、べ。と顔に唾をかけられ、一瞬ひるんだその隙に金髪から3発ほどパンチを顔に食らった。お前のこと相当殺したいらしいな。一箱すぎわろた。うわ、ゆとりくずすぎだろ。だがしかし、顔から大量に出ていた汗のおかげでダメージはさほどなかった。汗が潤滑油の役割を発揮していて、パンチのダメージを軽減していたのだ。そして俺は、金髪を振り払おうと腕を思いっきり振り回した。すると金髪の顔面に見事ヒットした。しかし当たりどころが悪かったのか、金髪の唇が切れてしまい、大量の血が出ていた。この時俺は我に返り、ことの重大さに気づいてしまった。汗はろた。正当防衛じゃないの？職務を全うしてるな。不可抗力とはいえ未成年の少年に手を出してしまった一致。やられた金髪中学生も黙っていません。ライム、てめえマジ覚えてろよ。お前の家に放火してやるからな。と、金髪は走って帰っていった。結果的には勝ったのだが、不注意とはいえ大人の俺が中学生に怪我をさせてしまった。俺は自室に戻り、傷害罪のことなどをググって震えていた。その2日後だったと思う。お昼くらいに俺の家の前に黒い車が止まり、中からいかついおっさんと金髪が出てきた。その瞬間俺はあの時のことを思い出し、冷や汗が吹き出てきた。放火をほのめかすか、脅迫罪もいけるな。わってか。チャイムが鳴り、玄関のドアを開けると、湘南の風の若旦那みたいなおっさんが立っていた。タバコ臭いが、スーツを着ていて、一瞬でヤバい人だとわかった。ヤクザ。どうも、うちのバカがご迷惑かけたそうで。いや、こちらこそお子さんに手を出してしまって、すいませんでした。まったくねえ。良い大人が厨房殴っちゃまずいですよねえ。ちょっと向こうで話しましょうや。俺は抵抗もできないまま、ガクガク震えながら家の前の道路まで出た。ヤクザの後ろで、金髪がマルフォイみたいにニヤニヤしてて腹が立った。なんだよ、一般人とのやりとりでヤクザ出した時点で、一の勝ちじゃねえか。つまんねえ、ライム怖すぎわろた。恐怖に襲われながら外に出る一致。穏やかですが迫力ある口調で話しかけられます。お兄さん、うちのガキがそちらに殴られたせいで怪我して唇塗ったんですけどね、どうしてくれます？と言われ、金髪を見ると確かに塗ったような跡が見えた。俺は今にも糞尿が吹き出るような気分だった。本当に申し訳ございません。ですがそちらのお子さんにも非があるかと、とぼろっと言ってしまった。タイムマシンがあるなら、この時の俺を殺したい。じゃあてめえはこっちが悪いって言いてえのかよ。ああ。とヤクザに胸ぐらをつかまれ、出荷前の豚のような顔になる俺。なぜ通報しなかったのか、先に通報しとけば問題なかった。いや、こちらも行き過ぎたことをしてしまったのですが、元はといえばお子さんが、ああ、お子さんが何なんだよ。言ってみろよ。なあ、おい、と迫り来たるヤクザの顔、騒ぎに気づいたのか、近所の人たちが外に出てくるのがちらほら見えた。金髪はニヤニヤしながら携帯をいじり始め、俺は本当に怒りと恐怖でおかしくなりそうだった。いや、申し訳ないです。俺が全部悪いです。ああ、聞こえねえんだよこの野郎。おいライム、あれ持ってこい。え、あれを。車の中にあるからさっさと持ってこい。この瞬間、俺は死を覚悟した。バカね、こういうのは最初に学校とか警察に連絡した者が圧倒的有利に立てるんだよ。警察に言ってやれ。再三言葉で注意したんだからお前は悪くない。絶体絶命のピンチです。あれ、とは一体何なのでしょうか。気がつけば、俺らの周りには、結構な人数の人が集まっていた。もうきっと重火に本当で殺されるんだ、と思い涙が溢れてきた。ヤクザに胸ぐら掴まれて涙を流す。30歳のピザニートの姿は滑稽だっただろう。すると金髪が車の中から何かを持って出てきた。それはラジカセだった。え？ラップでバトルだ。これはちょっと釣りっぽいな。プーラズンズンチャ、プーラズン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 、プーラキュッ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 。中低音が鳴り響き、ヤクザがマイクを持ち歌い始めた。まずは聞いてもらおうか俺のラップ。虜になるぜ。まるでドラッグ。俺のせがれに文句あんのか？てめえ葬り去ろうか？闇の中、ニートに舐められちゃ。こっちが恥ずかしい。ビートに乗っけて、てめえに仕返し。あー、無理だろ。よう、俺は地元じゃ有名な。ブラックな家のたち。悪そうな奴は大体友達。舐めんじゃねえぞ、おら。トラックはデコトラ。何黙ってんだ？こら、ビビるよな、そや。お前は相手が悪かった。その考え方が甘かった。用意周到な元気は。さあどこ行った？春夏秋冬元気で。おねんねすっか。プーラズンズンズン。プーラズン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 。キュッキュッキュッキュブンズンズンズン。あー、ラップやめれ。ここでの釣り確定。釣り確定の展開ですが話は普通に続きます。俺はいきなりの出来事に唖然とした。ヤクザの見事までのラップ攻撃は、
ニートの俺にはきついものだった。しかし呼応するようにマイクを掴む俺。ラップにはラップだ。途端に俺の頭の中にリリックがひらめいてきた。何事もなかったかのように続けてんじゃねえよ。これはひどい。これはひどい。無理かよ。いやこれはガチだろう。ラップ好きなヤクザがいてもおかしくないはずだ。ガチすぎるだろ。ピッチはヤクザのラップにどんなアンサーを返すのでしょうか。よう、ヤクザに捧げるアンサーソング。N, E, E, D, ここに現存。じゃんけんのお決まり、最初はグー。呼ぶ気はねえよ。無能なポリス。志村けんはお笑い、高木はグー。ライムに捧げるよこのリズム。昨日も見たんだぜすげえ演武。許しはしねえよオタクの坊主。健康にいいから飲めば。クロス。行かれたお前の熱を冷ます。今日もお勤めご苦労様っす。俺は無職だ。ノーマネー。そしてお前らには、もう用はねえ。お茶はやっぱり伊藤園。もう一度出直せ幼稚園。ガキにニートがラップで証明。教えてやるよ、いいか少年、まずは突っ込んだ、さあ突っ込んだな。勝ってよく読め工事園。いやぁ、わーキュキュわーキュキュわーキュキュキュ。チクチクチュン、ブーン。本当だって信じてたのに。二人の男がストリートでラップバトルを繰り広げ、周りの観客からは盛大な歓声と拍手が起こった。崩れ落ちるようにヤクザが地面に膝をついた。金髪も呆然とそこに立ち尽くしていた。俺は一瞬、何が起こったかわからなかった。無意識のうちにラップを歌っていたのだ。司会者、なんということでしょうか。百戦錬磨の MC ヤクザが、無名のルーキーにラップバトルで負けました。大会っての名勝負となりました。俺は何も言わずに家の中に戻っていった。ストリートラップはこれだからやめられないのだ。ん?こうしてストーリーは終わりを告げました。途中まで本当だと信じていたスレミンたちの反応を見てみましょう。これは素晴らしい。釣りスレにしてはよかったよ。ここまで潔い釣りは初めて見た。どこまで本当か教えろクズニート。全部釣りです。そもそもニートじゃないです。今考えるとライムって名前も。ライムイコールインを踏む。で釣りと気づいてくれる人がいてよかったです。あ、気づかなかった。今日仕事でヘマして、自分より不幸な奴を嘲笑ってやろうとスレを開いたが、声を出して笑っちまったよ。おかげで、すげえすがすがしいわ。ありがとナイチ。その言葉が聞きたかった。今日のことはラップに包んで水に流してやるよ。胸クソ悪かったがスッキリした。一応つ。何このスレ、マジリスペクト。すべてが嘘の釣りという結末でしたが、スレミンの反応は悪くはありませんでしたね。一時はどうなるかとヒヤヒヤする展開でしたが、最後には笑わせてくれたスレでした。このチャンネルには他にも面白いスレを紹介しています。ぜひもう一本見てってください。